では今回も、はい、やっていきたいと思います。お願いします。お願いします。今回ですね、まあ、こちらにも出てるんですけども、はい、匠シリーズご紹介していきたいと思います。はい、いや来ましたね。すごいっすね。これは匠シリーズ第2弾って言った感じですね。まあ第2弾というような感じですね。はい、今回のご紹介は、はい、スイングトイズさんのスイングバニー、こちらですね、うん、と G ボーラーさんスワロフスキー装飾と、うんうん、の2種ありますね、はい、そしてこちら千島幸之助さんですね、うん、とあかり工房さんの螺鈿装飾、そしてこちらがトーマさんですね、はい、トーマさんのナックルベアとあかり工房さんのこちらも螺鈿と、はい、金ですね。金ピカっすもんね。金ピカですね。そしてはい、バイトモルフでおなじみのミミさんですね、はい、ベリミちゃんと、うん、あかり工房さんの螺鈿装飾と、こちらをですね紹介していきたいと思います。はい、ソフビ×伝統工芸といった形でこのキラキラの作品たちを、はい、紹介していきたいと思います。そうですね。いや本当にこの和の空間を飾る極上な作品って感じですね。極上ですね。はい、この匠シリーズは銀座ギャラリーでの販売となっております。はい、ではまずは、はい、G ボーラーさんですね。 G ボーラーさんスワロフスキー装飾、うん、ということなんですけども、このもう下北沢でおなじみの、はいはい、スイングトイズさんの、はい、スイングバニー、はい、こちらのビッグサイズですね。そうですね、大きいサイズのスイングバニーを装飾していただきましたと、うん、まあ、スワロフスキーだけあってこのキラキラ感がやばいですね。そうですね、非常にインパクトを与える作品だなと思いますね、うん、こちらがスイングバニーのジョーカーデザインと、うん、そしてこちらがスイングバニーのブロンズデザインと、うん、まあ、アート感漂う作品となっておりますと。そうですね、はい、いやーめちゃくちゃゴージャスですね。すごいですね。はい、やっぱスイングバニーのポップでなんかこうおしゃれな感じと、うん、あとこのちょっと大きめなサイズ感のソフビに対してのこのスワロフスキーでの装飾っていうのがすごくこう相性がいい気がしますね、うん、やはりスワロフスキーっていうのはその輝き方っていうのが本当にすごく綺麗で、うん、なんかこう見る角度によってなんかこう上品な輝き方っていうんですかね、うん、はい、なんかあのシャンデリアのような感じですごいっすね。すごい綺麗ですよね。ライトが当たっても当たるとさらにですよね、はい、そうですね、引き込まれるようなこの輝きといいますか、すごいすごいですね。これあのよく見ると、はい、この大きいスワロフスキーと小さいスワロフスキーがこうびっしり詰まってるんですよね。そうですね、一つのサイズじゃないんですね。ないですね、細かくいろんなサイズが、うん、で全部をスワロフスキーで装飾してるわけではなく、はい、部分部分で、うんうんうん、あのこう装飾されてるんでまたおしゃれ感も増しますよね。そうですね、うん、やっぱりこういう素体の独特のこうなんていうんですか、引け感っていうか、はい、模様も活かして、うんうん、そこはあえて装飾せずにっていうようなところも面白いですね。はい、はい、そうですね、まあ、こちら G ボーラーさんなんですけども、はい、クロムハーツ、あのジュエリーですね、うん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 、クロムハーツですとか腕時計なんかも、あー G-SHOCK ですとか、はい、そういった腕時計なんかもカスタムされていて、うーん、実績も十分な凄腕の会社なんですけども、はい、今回ソフビ装飾は初ということで、はい、初ですか、はい、おおすごいじゃないですか、あのやっていただきました。お、はい、まあ、このクリスタルな感じといい、精密さと現代的なエレガンスが融合した、うん、スワロフスキーならではの装飾となりまして、はい、なんかこう逆にこうジュエリー感も増した状態で、うん、まあ、飾って楽しむジュエリーみたいな、そうですね、そんなアート作品ですね、うん、では次にですね、はい、螺鈿シリーズ、お、螺鈿いきましょうか、はい、まあ、螺鈿シリーズとしては第2弾というような感じもありますよね、はい、うん、そうですね、うん、今回もやっぱりこの圧巻のクオリティといいますか、うん、めちゃくちゃ綺麗ですね。綺麗ですね。今回は千島幸之助さん の、はい、あの人気作「上の空怪獣ボー」ですね、とトーマさんの代表作「ナックルベアと」と、はい、ミミンさんの可愛いベルミちゃん、こちら3体を装飾していただきましたと、はい、まずボーからですね、はい、ボーはこちらなんですけど、これは白螺鈿なんですかね、
まあ、今までと違ってちょっと白いですよね。白い、そうですね、確かに、うん、こちら加食材料としては、うん、漆であったり、うん、アワビであったり24金、ほう24金とその粉になるんですかね、ちょっと小さくプツプツがありますからね、はいはいはい、隙間から見える、はい、うん、と純銀箔と金箔、ほう、プラチナ箔、プラチナ箔というね、なかなか聞いたことのない、そうっすね、はい、装飾なんですけども、はい、豪華ラデンとなります、うん、はい、またこの棒のこのサイズ感に、うん、手に収まるちょうどいいサイズ感に、そうですね、高級装飾がされていて、うん、またすごい最高に可愛い作品だなと思いますね、ですね、あれですね、とにかく材料がなんかすごい豪華なんですね、ですね、あ、いろんな貝や金やプラチナが使われているという、ね、そうですね、うん、棒自体こうシンプルなデザインで、うん、かつこうおしゃれなあの、はい、で作りになってるんですけれども、うん、そこにこの螺鈿装飾が入るってことで、うん、なんかこうよりシンプルだからこそ引き立って見える良さっていうのがある気がしますね、はい、確かにそうですね、うん、でこれはあれですよね、クリア素体に装飾されてると思うんです、うんうんうん、けども角がそうですよ ね、 そうですよね、なので、まあ、先ほどのスワロフスキーもそうでしたけども、うん、あえてその素体のいい部分はこう残してるっていうような感じが、はい、アクセントとしてこう角のクリア部分が見えるっていうのもまたこういいなと思います、うん、確かそうですね、素敵ですね、いいですね、続いてなんですけども、はい、トーマさんのナックルベアと、ナックルベア、はい、こちらもすごいですね、すごいですね、この金は何、うん、なんでしょうね何ですかね、何なんでしょうかね模様になってますね、うん、ですよね、うん、この8割型この金で覆われていて、うん、でこう前回装飾していただいたブルーだったり紫だったりのこう貝の内側の螺鈿が、はい、あの貼られていてっていうような装飾になってますね、うん、まあ、先日 の、はい、あのファーストラデンに引き続き、はい、今回はちょっと金ということで、うん、またゴージャス感が増してます ね、 そ、 すね、まあ、そもそもナックルベア自体が、はい、やっぱりかっこいい、うん、あの造形ではありますので、うん、いろんな彩色だとか装飾が入るなと、そうです、ね、いった作品です ね、 そうですね、やっぱりデザインが完成されたこのかっこいいデザインなので、うん、でベアですよね、でここに金が乗ってくるんで、うん、なんかもう神様みたいな、なんかこう確かになんか何かの神様みたいな、はいはい、そんなこの神々しい、うん、なんか魅力がありますよね、確かに確かに、はい、なんかすごいっすよ、はい、出てる感じだと、うん、はい、そうですね、確かにこう全身金で装飾されてますけども、やっぱりこうポイントポイントでこうパイピング的に見えるこの青とピンクの螺鈿っていうのがこうアクセントになってて、うん、これもやっぱりすごい綺麗ですね、はい、はい、そして、はい、最後にですね、バイトモルフのブランド名で活躍中のミンミンさん、デリミですね、うん、こちらもこの可愛いサイズ感ですよね、うん、そうですね、その可愛いサイズ感のこのベリミちゃんにがっつりと螺鈿が装飾されています、こちらも綺麗ですよね、このブルーだったり何ていうんですかね、紫、そうですね、だったりこう一色じゃないいろんなこう色が混ざり合った輝きが非常に綺麗ですね、綺麗です、まあ、見る角度とこの光の当て具合ですとか加減ですね、そういったところでこう全然輝きが違って見えるので、一つのアート作品としてはもう抜群ですね、そうですね、はい、いや本当に使われている色がすごくこう綺麗で、なんかこう寒色系でこうまとめられているところがすごくいいなと思いますね、でベリミちゃんのこの特徴がやっぱりそのまあいろいろあるんですけど、大きな目だったりとか角、はい、あと鼻がこう頭と背中にあったりとかって、はい、うんうん、あの造形されてるんですけども、うん、このポイントになる部分に全てこう螺鈿によって装飾されてるんですよね、なんでこの作品のポイントになる部分もすごくこう引き立ててて、うんうん、この仕上がり方がすごくいいなと思います、目もそうですし、はい、ね、花も綺麗ですしね、そうですよね、うん、これおそらく蓄光素体を使ってるんですよね、はいはい、なので光らせた時もまた見え方が別の見え方が楽しめるっていうのがあって、はいはいはい、螺鈿装飾されてるんですけど、うん、あえてあのポイントポイントにこう隙間がよく見ると開けられてるんで、はいはいはい、これブラックライトとかで照らすとすごい綺麗だと思います、あ、いいですね、また蓄光素体っていうのがね、そうですね、ポイントですね、面白いです、
ということで、はい、匠シリーズのご紹介だったんですけども、はい、こちらは近々ですね、発売のアナウンスをさせていただきたいなと思います、はい、詳細ですとかこのお値段ですとか、はい、発売のタイミングっていうのが TBS 銀座ギャラリーのインスタグラムですとか Twitter、はい、こちらから発信をさせていただきたいなと思います、はい、そしてその発売のアナウンスがあるまでの間銀座ギャラリーで展示をさせていただいていますので、はい、お近くに寄られた際はぜひ覗いていってください、はい、この匠シリーズは、うん、もうやっぱり動画で見るのと、はい、実物で見るのとではもう全然やっぱり、はい、違いますよね。やっぱライトアップの仕方も違いますもんね、はい、店頭で飾られてるっていうところでいくと、そうですね、うん、なんで本当に銀座店に行かれる銀座の方に、ね、行かれる機会とかあればぜひちょっとお立ち寄りいただければと思います。はい、引き続きですね、はい、匠シリーズっていうのはまた新たなシリーズ匠が登場してきますので、いろいろね準備ができ次第オンライン発売ですとかそういったこともしていきたいなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。おもちゃの